高台の家は、松本清張の短編小説。週刊朝日1972年11月10日号から12月29日号に、黒の図説第12話として連載され、1976年5月に、短編集、高台の家収録の表題作として、文芸春秋から刊行された。1985年にテレビドラマ化されている。東京港区、 南アザブの高台に、フランス風の大きな屋敷があった。当主の新寮栄之助は、先代の財産を受け継ぎ、遊んでいても、気楽に暮らせる身の上である。大学講師の山根達夫は、新寮家が所蔵する、西域関係のロシア語文献閲覧のため、栄之助の屋敷を訪問する。栄之助のほか妻の、宗子、若くして亡くなった息子の嫁、幸子が山根を迎えた。 不思議なことに、この屋敷のサロンには、20代の青年たちが立ち代わりで入りし、クラシック音楽の流れる中、幸子を交え、基地に飛んだ文学談義が交わされていた。大きな黒瞳を持つ幸子はコケットリーメータ魅力を放っていた。それにしても、未亡人の幸子は、まだ若いというのに、この青年たちはなぜサロンに招かれているのか。英之助夫妻は、 夫を失った嫁が青年たちと屋敷内で談笑するのを容認しているのか訪問が重なるにつれ、山根の疑問は膨らむ。やがて、あのサロンにいた青年の一人が首吊り自殺を遂げた。続けて、新療家を襲う惨劇。新療家に秘められた謎の真実とは何かそして真犯人は、一体誰なのか松本清張の高台の家。 1985年4月13日、テレビ朝日系列の土曜アイド劇場は国手放映。視聴率21.4%。ありがとうございます。